バニラスカイ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターマーマーのようこです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ようこはですね、このいきなり寒くなって、いきなり冬になって、気づいた12月じゃんみたいなね、なんかクマさんが僕はクマだったってね、可愛く気づいたみたいなお話ありますけれども、教科書だったかな、なんかそんな感じそんな感じってどんな感じって感じですけれどもね、まあ、とにかくあれ、この間まで夏だったのにいつの間にかもう年末なんだ本当にみたいな感じでね。で、いただいているクリスマスのお仕事や忘年会のパーティーのねお仕事などを、そういうのをちょっと感じてはっていうか、あ、もうこの日じゃんみたいな感じでねもうどんだけ平和ボケしてるんでしょう、でしょうね。まあとはいえ、新作もね、来年はバンバン発信する予定ではございますし、あと何よりも皆さんがね、今年はいろいろと大変だった年だと思いますので、私でも大変だったんだから、皆さんもねきっといろいろ大変だったと思いますので、本当ね、労をねぎらうハッピーハッピーもハッピーフルピースフルなね冬をねお過ごしいただきたいなと思います。ではでは1曲目、そんなヨコがお届けします。ヨコでミントチョコレート。最後の恋の始まりは映画の中のワンシーン君のことだけ包んだメロディーたちが響いてたよ。一つ変わらない景色、いつもと同じ冬の道、ねえどうしたんだろう。もう誰かに恋するなんてないと思ってたのに、今運命を信じたんだ。小さな女のこの世で目が離せないよ。僕の知らない君の顔にはどこかや最後の恋の始まりは魔法の溶けた一瞬先に君のことだけ僕の前に残してた。今まで会えなかった時間さえ、それすら全て言葉今
この曲はめちゃくちゃ甘いラブソングになっておりますが、なんでこんな歌詞をって、やっぱりさ、こう自分がこの曲に思い入れがあるとか、この体験が結びついてとかっていうのはね、まあ、いろんな方がねこう思うことだと思うんですけれども、リスナーだってね、作った本人以外もいろんな気持ちを持ってその楽曲を愛しているわけですからね。でよくはこのミントチョコレートを、歌詞をね歌わないから覚えていないというのはあるんですけれども、だからこそちょっと自虐ネタになってるだけどね、この曲を聴くたびに、あ、なんか新鮮な気持ちでね、最後のね、恋の始まり、一見ねこの言葉、男性の方は何言ってるんだって思われる方もいらっしゃるかもしれませんがね、女性は結構こう生物学的にね、恋愛をする時も、まあ、何かを大事にする時もね、これが最後なくらい、まあ、全力投球だったりとかね、まあ、男性は逆にこれがスタートだっていうのがね、まあ、あるんでしょうね、まあ、これは体の作りだったりね、心の作りがねそういう、まあ、性別でなっているにしても、だけどね最近年齢を重ねた陽子は、どんな関係性であれね、誰かを大事にするっていうのはこれが最後なんだっていうくらいの気持ちでね、本当一個一個を大切にすべきだなと思っております。ヨーコのミントチョコレート、お聞きいただきました。まあね、冬だから本当あったかく過ごしてほしい、じゃあめちゃくちゃ甘いラブソングじゃないかっていうね、とってもシンプルな思考をもとに今、イシーとヨーコは、ウェディングソングをねちょっと作る機会をいただいておりますので、まあこれがね誰かの役に立つといいなって思いつつ、あ、だったら英語の歌詞でもいいんじゃないとかね思ったりね、まあとにかく今ヨーコは本当羽ばたくタイミング、どんだけでも行けよ、行け行けゴーゴーみたいなね、多くの方に支えていただいてるタイミングで本当ありがたいんです。ただ私も一人なので、忘れちゃいけないことは大事にしないといけないし、あと体力ね、体力はちょっとね好きだとか、みんなありがとうでねついてくるものではないというのはね嫌というほど知って、最近 SNS で見てたヨガ、これで体がほぐれるとか、いや結構体は柔らかい方なんですけれどもね、肩こりはもちろんあるし、なんていうのかな、こう歌うためにやっぱりこう柔軟性って必要なんですよね。だから仕事的にも、そしてプライベートのその体力向上のためにもね、あ、こんなにヨガって気持ちいいんだっていうのを昨日の夜知りまして、はい、私はみんなが寝静まった時にこっそりストレッチをしておりましてね、あ、これはちょっと日常的に娘たちと一緒にしていかないといけないなと思っております。今更って思われるかもしれないけど、本当ね、働くかご飯食べるか、まあ、うちにいても結局働いてたりする時間も多いのでね、なんかプライベートの時間じゃあ何するって言われてもピンとこない、そんな私がね、まあ、家族といることが一番だなってやっぱプライベートは思っちゃうからですね。
そんな私がなんとヨガに目覚めるかもしれない、いやそんなこと言うとまたほら飽きたりっていうかもう興味なくなっちゃうんだけど、まあ、でもさ体のことを思うと本当ね、皆さんはその何かされてます？私はそのヨガがいいと思っていいって言われてるのもさ、ほら呼吸法ってあるでしょ？で歌もすごく呼吸のタイミングとかどんだけ吸うかでどうやって言葉に変えて気持ちを込めてね息を吐くかっていうことは本当ね尊いことだと思ってるからこそ、このヨガのねやっぱりこう思想から勉強するのも大事かなって思ったくらいね。まあ仕事に通ずる、ほらねまたここで仕事に通ずるとプライベートがなくなるというね、まあいつもの陽子のまあ面白いルーティーン、ライフルーティーンになっておりますが、まあ、もしかしたらね来年陽子のキッチンカー本当にお披露目になるかもしれないので、1月から暇になっている陽子、SNS ではすごくね更新が増えてね身近に感じてもらってもイベント出演はガクッと減ります。なので皆さんお仕事ください、お仕事ください。そして、何よりも、キッチンカーでもしかしたら沖縄行っちゃうかもしれない、なのでその時は相手してください、お願いします。ではちょっと今夜ここら辺でねもう一曲、冬はねイチャイチャして楽しもうじゃないかというね、そんな思いで選曲させてください。ヨーコでスイーティー。愛してるずっとずっと I will love you forever ever 「こんなに愛せるって知らなかったの」「いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しいくらいお聴きいただきました曲はヨーコでスイーティーでした。この世界中にはですねめちゃくちゃいっぱいすんごい甘いラブソングがあると思うんですけれども、私ねもともとなんていうのかなこう硬派な性格でして、男性的なのかもしれませんが、もう娘までね、男前もう母のそんなところを学ばなくていいよみたいな、ところをねもうちょっと余談ちょっと話し取れますが、高校1年生のシノンね女の子娘です。まあ、皆さんにもねラジオでもねとても可愛がっていただいております、このシノンがですねだいぶ男前なんです、男前女子なんですね。で何かの話をこうするときとかにね、
まあ、あのすごい男気があるので、あ、なんかね、しーちゃんと、そういう時はできないって甘えないといけないんだよと、全部が全部自分でしなくていいよと、母はね、たまにはお父さんみたいなねことが、まあ、多かったからね、男前にしちゃったのももちろん私のせいなんです、分かってるんですよ。だからこそ、女性として、自分ができなかったことを娘に、あ、こういうね、あの女性の生き方もあるよと、ちょっと軽くジャブを打つ感じで提案してみまして、で本当ね、あ、できないって、しのんできないから変わってみたいなのとかね、たまにはやってみなさいよと。そしたら娘が、もちろん、そんなことはね、しないと、そんなことする日もあったらやってしまうと、いやそりゃそうだよねと、だけどねと、まあそんなね、一回言い返されることぐらい分かるわけですよね。まあそりゃそうだと、やっちゃうよねと。ただね、私の3歳からのね親友のひかちゃん、車をバックするときにね、上手にバックするんですけど、めちゃくちゃこうそこが出にくかったのね。で、あの出にくいけど頑張ってさ、あのかっこよくやっぱり運転しちゃったもんだから、私たちできることもこれから先はできないって、あ、怖いとか可愛い子ぶりながら、いやもう本当めちゃくちゃぶりっこしながら生活しようと。じゃないとこのまま年齢を重ねるとね、女性ホルモン もう消えてしまって、一家にお父さんが2人みたいな家庭環境になるんじゃないかとそこまでね、考えてた、私と、3歳からの親友ひかちゃんの会話がね、この時娘にね生かされるんだと思って、私もね一生懸命言ったわけ。もうしのんと、とにかく私たちもね、できることも、いやできない、大丈夫なことも、あ、大丈夫じゃないかもしれないっていうねまあさ、常日頃ね、仕事上であったりとか夢や目標に対しては、うん、できる、必ずできると。この間ね、鹿児島100キロ徒歩の旅というね、小学生 4,5,6 年生のね子供たちの、夏休みを利用した4泊5日でのね合宿をしながらの、5日間で100キロを歩くというね、そういうプロジェクトがあるんですよ。で鹿児島もね、ずっともう歴代の先輩たちから、もう今の何て言うんですかね、回数を重ねた今だと、もうお父さんお母さんがねスタッフとして参加していた、そういう鹿児100って言われます、鹿児島100キロ徒歩の旅の経験を子供にも得てほしいからということで、スタッフで参加してたお母さんお父さんが自分の子供たちが参加して感慨深いっていう、そんなくらいねずっと続いている素晴らしいプロジェクトなんですけれどもね、全国でもね他の県でも開催されているみたい で、私はご縁がありまして、で今回カゴ100のテーマソングを作らせていただいて、でその最初にね曲の、まあ、サビ頭もだし曲頭も必ずできるというね、この必ずできるというのはできるできるっていう、すごくね素晴らしい、みんなの唱えるね言葉でもある、まあ、ちゃんとプロジェクトに対してのね、あとは何ていうのかな、こう掲げているね言葉がいっぱいあるんですよ。生きる力とかね。でやっぱりそういう団長さんをはじめね、多くの方々が大事にしてきた言葉って本当言霊が宿ってましてね、で歌唱書くにもできるっていう言葉を、必ずできるっていう言葉を、使いたいと思って、もうサビ頭の曲に、もう最初から使ったっていうのは、今ラジオでも2回言っちゃった、まあ、大事なことね、本当に2回、ではないな、必ずできるっていう言葉はもう結構出てきましたね。でまあとにかく常日頃ね、陽子はそういう姿勢で自分も挑んで、自分の場合は、私の場合はこう母親になってから子供たちが成長する背中を見て、学んだことなのでね、必ずできるっていう言葉は母親としても、そして自分自身にも毎日それはね、使っている言葉だったのでね、もう一言ではないこの曲はと思いながらね、まあ、大好きな一曲になったんですけれども、まあとにかくね、そんな陽子がね、女性としてのそのホルモンが減らないように、娘にも、
代々受け継ごうと思う言葉、最近見つけた、できるかもしれないけどできないかもしれないいやできちゃったけどできなかったかもしれない、皆さんいかがでしょうかなんのこっちゃということで、今夜最後の1曲をお届けしたいと思います。そんな陽子も、こんな大人な曲も歌詞書いてきたんですよということでね、一曲お付き合いください。片しぐれという曲です。片しぐれとは、冬の季語みたいですが、一面の空半分が晴れて半分雨の、よく空港の空とかでもね見受けられる女性心を、イメージしました。この曲多くのね世代の方に愛していただいて感謝です。特に女性ファンが多いです。ではでは皆さんも素敵な夜引き続きお過ごしいただくように、もう前置きはいっか、聞いてね、陽子で片しぐれ。ふと懐かしい気持ちで目覚めたの、あなた越しに青い光、雨の音が聞こえる、夢に見てた未来の破片が牙を剥いて私の喉を刺すよ、バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大大大募集しております。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。あっという間に、12月は過ぎそうですけれども、まだまだ木曜日はね何回も来ますから、この木曜日のバニラスカイがあるからこそ陽子は、日付感覚がある。この日までにレコーディングじゃなかった収録して、この日にオンエアの繰り返しがね1週間に1回なくなってしまったら、もう私は本当に、背中にカレンダーを書き込まないと、いやそれでも意味ないか、体内時計を本当に作らないと、生きていけないでしょうね。そのくらいね、忙しい、まさかの2023年下半期でございましたが、このままずっと忙しくあってほしい、音楽の神様よろしくお願いいたしますという、なので来年は陽子は陽子の年にしますと、ね、フレンズ FM のパーソナリティを務めさせていただいてます、一日さんシオンでゴーという番組でもね、掲げましたが、陽子は本当に陽子色の2024年、皆さんも一緒に陽子色、陽子色イコール自分の色っていう色にしたいなと。よくないそれ、散々聞かされてるか皆さん、はい、だけど本当にね自分が主役でいいじゃん、悪いことは何もないからですね。とにかく皆さんが自分らしく幸せでありますようにということをこれからも、祈っております。来週こそ絶対皆さん一緒にお話ししましょう。陽子寂しくなってきました。来週もイチャイチャお付き合いいただきますようにメッセージ待ってます。この後はひふみずバーです。ひふみさんよろしくお願いいたします。
え、陽子はひふみさんだから何か欲しいなって思ったり、思ったり皆さん、陽子もなんかね、こうラジオのね、そうだよ、そういうプレゼント企画すればいいんだ。あ、頑張ろう。じゃあ来週お楽しみに。陽子が忘れなければ何かプレゼント企画しましょうね。ではでは、この1週間もめちゃくちゃハッピーに過ごしてください。陽子も負けじと過ごします。では皆さんが大事な方とあったかい夜を、あ、夜だけじゃないよ、冬を過ごされますように祈ってます。一緒に、せーの、バイバイハッピー。